ちは。先ほどのジュニアのレッスンに潜入しておるんですけれども、次は僕はこの3名、ヒューガ君とカナちゃんとコハルちゃんと50ヤードのアプローチ対決をやります。やります。このバトルの間で、僕の、アプローチの変なところをこのジュニアの皆さんに教えてもらうという動画を作っていきます。よろしくお願いします。お願いします。ルールを言います。僕が、ヒューガ君と1球ずつ順番に行って、3球ずつどっちのボールが近かったかバトルをします。落下地点でいいよね。落ちた場所でいいね。転がったところで落ちたところで戦う。あれで大きかった。まずね、ここはあれに乗る自信がないぞ。緊張するね。緊張したから大きくなった。あ、ダメだ。どっちだ。どっちが勝ちだ。落ちたところ。ユウカの勝ちか。負けてしまった。もう一回言っていいよ。うまっ。強い。1メートルぐらいか。いいんじゃない。いい。お、うまっ。看板に当たったぞ。この先はこっちやな。こっちやな。ありがとう。勝った。やばいわ。たまたまやない。やばいわ。やばい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 。こっちがこう、これに行くか。ヒューくん、3打目お願いします。はい。あ、これ。うわー、すげーな。でも怖い。声で決まるわ。さっきのさ、2球、2打目さ、ミスショットなんだけど。え、マジで。だってトップしたし。じゃあ3球目いきます。いいんじゃない。うわ、あ、どっち。こっちか。負けたよ。ウィナー、イエーイ。ありがとう。練習していい？不安になってきた。足広げすぎとかそういうのもない？うん。肩幅だよ。肩幅後ろ。ちょっと一回打っていいですか？ちょっと練習いいですか？練習いいですか？もうちょっと高くしたらいいんじゃない？よっしゃ、やるか。じゃあ1球目いきます。おお、あ、よかった。じゃあまだ1球目お願いします。今練習？今練習？どっち？練習。今のどっちの勝ち？勝ちは決まったからやらせてくれ。ちょっと教えてもらう旅だから今日は。あれ？
は今のは誰の勝ちだ。まなちゃんが完全に負けた。皆さんに聞きたい、何がおかしかった。ちょっと強い。パンチ入れてた。弱く。ちょっと潰した時に。手を使ってた。潰した時にキュッと。ね、あ、手首？柔らかく。一回目はそんな。いや、ただそんな気がする。自分もなんかこうやってた感じした。ね。体で打つ。最後、パオちゃんか。先打てるね。一回練習していい？振れ幅を一緒にして体で打つんだよね。毎回ラウンドでバターは45回くらい。
パターン勝負いきます。よろしくお願いします。お願いします。